皆さんこんにちは、AKIYAです。この度僕が普段から愛用させていただいている MotionVFX のプラグインを5つ厳選させていただきました。僕の一押しのものをね、この機会にぜひ皆さんに使っていただけたらいいなというふうに思っています。そして今回皆さんに激アツのプラグインを5つ紹介していきたいんですけど、1つ目が MMusic Video 2、 そして MJourney というプラグインで、さらに MTransitionZoom、 MTitleFilm、 そして最後が MTuber3 というプラグインになっています。もうこのセットはね、もう僕の最強パターンだと思ってるので、ぜひねこの後に紹介していくどういったプラグインなのかっていうのをぜひ楽しんでいただけたらなと思っています。ということで早速どんなものか見ていきたいと思います。まず一つ目は MMusic Video 2というものになっています。どこにあるかというと、このエフェクトの中から MMusic Video っていう風になってくるんですね。これどういったねことができるかというと、この映像の表現自体をフィルムっぽくすることができます。例えばこれをドラッグ&ドロップでクリップに入れてあげると、こういう感じで、これだけですごくフィルムっぽいような、表現ができます。でこのエフェクトの中から、例えばちょっとグレイン、フィルムグレインがかなり強いなと思えば、このグレインを取ることもできますし、このグレインパワーを強弱でつけることもできたりします。例えばこのフレームのコントロールとかで、こういう風にちょっとね、場所であったりとか、どこら辺のね位置にさせるか、フレームのこのワイド曲をどれぐらいのこう大きさにするかとか、もちろん縦もね一緒ですね、はい、っていう感じでできるので、まあ、これ結構本当にねミュージックビデオのこういろんな表現ができるみたいな形になってるんですね。他にも結構いろいろとあって、じゃあ例えばこのクリップとかだったとした時に、こういう感じで、わかるかな、これすごいいいですよね。ちょっとダストっぽい、こうなんかこう飛び交ってるパーティキュラーをつけて加えていくことができる。なんかまあ火の粉とか、そういった演出の時にも使えるかもしれないし、ほんまにちょっとこうゴーストっぽいような、こんな感じで、はい、ちょっとゴーストっぽいねエフェクトをねすることもできたりします。このエフェクト以外にも、MMusic Video トランジションもたくさんあったりします。例えばこの MMusic Video 2の僕がお気に入りのトランジションというのは、炎の、トランジションなんですけれども、これをクリップとクリップの間に入れてあげると、ここの長さを調整してクリップの切り替えが炎でいけます。こんな感じでめちゃくちゃかっこいいでしょ。こんなんとかもすごいかっこいいですよね、まあ、この長さを変えて、はい、こんな感じでフラッシュさせていくとか、リリック歌詞をどういう風に表示させていくかみたいな、歌っているそのリリックを表示させて今ここですよみたいなとかの表現もできたりするみたいな、こういったタイトルのテキストコントロールで、ここの、いわゆるこの英語のフォントも変えることができますし、でこの色ですね、グリーンなのか、黄色なのか、いろいろと決めることはもちろんできたりします。はい、というわけで続いてが MJourney と呼ばれるものですね。これもねかなりいいです。まあ、これはもう名前の通り、ちょっと旅行とかトラベル系に使えるものになっています。どこにあるかと言いますと、このこれですね、 MJourney で、これはまあ結構トランジションとかもいっぱいあるんですけれども、僕がまあ一個いいなって思うのが、こういう広い絵から何か特定の寄りに表現したい時とかに、例えばこの10番目のトランジションとかを入れてあげると、これでズームインして寄っていくと、その現地を広く見せて、そこの寄りに入っていくシーンとかに使えたりします。で MJourney のいいところは、まあ、正直トランジションもいいんですけど、タイトルがすごくいいんですよね。これとかはこんな感じで、今どこにいますよみたいなとかを、位置情報をねこうアニメーションで演出させることができたりします。あとは例えば、じゃあこのカットに合わせて、じゃあ向こう側に、これが山のシーンとかだったとした時に、じゃあここまで行こうみたいなところになった時に、このルートをね示してあげて、今自分たちはどこにいますよみたいなものを表現させることができたりします。なので登山とか、まあ、飛行機とか、そう、飛行機で僕は実際に使ったことがあるのが、はい、これですね。例えば上空の写真、上空の動画とかを並べてあげて、こういったものを使えば、この国からこの国と、この都市からこの都市まで飛んでいますみたいなことを表示させることができたりします。というわけで続いてがですね、 MTransitionZoom という風なものになっております。はい、これはねもう完全にトランジションの中の MTransitionZoom、 もうほぼトランジションですね。これはこんな感じで、ズームトランジション、まあ、あるいはスピンとか、こういろんなこうトランジションのバリエーションがたくさんあるんですね。こんな感じで上下にこう入れたりとか、バウンスさせるとか、はい、でコーナースピン、いろんなこうトランジションのこうものがあるんですね。で僕が好きなのはこういったトランジションになるんですけど、はい、まあ、ワープしてるかのような、はい、トランジション、やっぱり引きから寄りに入っていく時とかにこういったものを使うと、こうかなりね、なんやろ、その、まあ、緩急が生まれるというか、こうズームインさせることによって寄ったものがね、やっぱこう注目ポイントが上がるというか、そういう風なものがあるかなと思います。なんかこういうのもいいと思うんですよね。ちょっとね、あのクール系のこんな感じ、はい、
完全にこう分かれるっていうよりもフェードインアウトのズームみたいな、こういうのってなかなかなくないですか。こういうのもね一発でできちゃうっていうのがもうモーションVFXのエグいところですね。っていうのが M トランジションズームになっております。続いてが M タイトルフィルムというものを紹介していきたいなと思います。これはどこにあるかというとタイトルの中ですね。タイトルの M タイトルフィルム、ここです。これがねマジでハリウッド、もうほんまにハイクオリティです。これはどういったものかというとこんな感じで、もう映画の予告編とかに使えるようなタイトルを序盤とか中盤とか終盤どこでも使えるんですけど、僕はこんな感じで使ってみようと思います。これねちょっと僕が作ったドキュメンタリーなんですけど、はい、僕はクレジット表記をこういう風に出していました。これもいいと思うんですよ。ただ、例えばもうこのね暗転させてあげて、でここにいろんなものを入れていくっていうのもいいと思うんですね。僕がこれがいいなと思ったらこれとかですね、これねネットフリックスみたいでめっちゃかっこいいんですよ。こんな感じめっちゃかっこよくない？普通に5回5回だからルミックスやばないですか。はい、でこの中のこの例えばアキヤシネマとか、多分これ文字多い方がねいろいろできると思うんですよね。でこんな感じにするとめちゃくちゃかっこいい、はい、っていう感じになるわけですよ。特にこれとかかな、ほんまにハリウッドとかマーベルみたいな作品のようなものが作れる、はい、こういうのもなんかハリーポッター的なね感じのものもありますね。うん、ぜひね、これも M タイトルフィルムも、チェックしていただければいいかなというふうに思います。はい、というわけで最後お待たせいたしました M チューバー3というものになっているんですけれども、それはまあタイトルとか結構いろいろとあるんですね。まずね、定番タイトルのものから見ていきたいんですけど、まあ、これはねほんまにもう YouTuber 向けのものになっていて、例えばこんな感じでサブスクライブしてねみたいなものを、はい、ここにすぐに出すことができます。あるいは、自分のソーシャルメディアとかね、こんな感じのインスタグラムこれですよみたいな、ここに例えばテキストをつけてあげるとか、そういったこともできますと。でこれとかもなんか自己紹介パートとかで、例えばここにね、アキヤって書いて、でこの下ですね、こっちにまあこっち名前やと思うけど、例えばディレクターみたいなにしておくと、まあ僕がね今自己紹介中ですよみたいな、でその詳細情報をね入れてるみたいな形にすぐに、ね、できたりしますと。で MTuber3 意外とねエフェクトとか割と面白いのがありまして、こんな感じでスプリットスクリーン、まあ、分割させてね表示させたりとか、これを入れることによってズームさせることができる、顔の拡大ができたりとか、このクリップが2つあったとして、こんな感じでピクチャーインピクチャーちょっと違うクリップだったとした時に、こんな感じでこっちに表示させることができると、はい、でなんか YouTube のアイコン入ってるしみたいな、すごいおしゃれにできますよね。で一応ねドロップシャドウが入ってるんですよね。これドロップシャドウがあることによってなんかチャッチくない、いわゆる普通にピクチャーインプチャーするとこんな感じなんですけど、ドロップシャドウがあるとやっぱちょっと浮き出てる感じがねすると思うんですね。こんな感じで距離とかもできるしみたいな、でブラーとかもできるしみたいなっていうことができるので、僕はこのピクチャーインピクチャー結構ねあいいなと思ってます。はい、たまに使ったりしてますね。そしてシーンの切り替えの時ですね、例えばここのカットからこういう違うところに行く時とかに使えるんですけど、これを入れるとこんな感じでできたりします。あとスライドとかもねあったりするんですよね。こんな感じとか、まあ、以上がね5つのトランジションとなっております。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、動画制作、映像制作というのはもういかにこだわりきれるか、いかに自分の思い通りに自分がやりたいことを追求できるかっていうのはすごく大事になってくると思います。まあ、今回のプラグイン、まあ、MotionVFX のプラグインを使えばこういったことがワンクリックで、そして普通じゃ作れないものをハイクオリティにできたりとか、でなおかつそれを時短で行うことができるっていう、まあこれを使わない理由はないんじゃないかなと僕の中では思っています。ぜひ今回紹介したプラグインを皆さんも一緒に使っていただければと思っております。以上、ワキヤでした。バイバイ。